はい、こんにちは。今回はですね、WRC10 でスラストマスター T248 をやっているときにフォースフィードバックが抜けてしまうということに対して、Twitter でアドバイスをいただいてですね、それをやってみたらいかがですかということで、ちょっとやってみたいと思います。具体的にはですね、フィードのセットアップじゃなくて、オプションですね、ゲーム設定のこの上のところですね、エナブルスラストマスターウィール API、これをですね、標準だと今オンになってたんですけども、これをオフにしてみました。ただですね、 T248 の場合はこのオフにするときに、この T248 つながった状態でオフにしようとすると、そのオフにした瞬間にこのゲーム WRC10 がクラッシュしちゃって落ちてしまうというのがあったん で何回やってもそうなっちゃうんで、まあ、仕方ないので一回この T248 をパソコンから切り離してですね、USB 外して、WRC10 だけで立ち上げて、一回この、スラストマスターウィール API を、オフにして、でゲームを落として再起動して、まあ、その時にですね、T28 つないで再起動して、見たらオフになってたんで、それでやってみたいと思います。これはもうこれオンにならないでしょ、これ。だからなんかね、ここね T28 つながった状態だとこう切り替えられないんで、それだけちょっと T28 で、もし WRC10 で T28 やってる方ほぼいないと思うんですけど、そういう感じですね。とりあえず、たぶんね、フィンランド 9.8 キロ走ると今まで出てたんで、あと余談なんですけど、今までこの T48 のホイール回転角、今500キロでやってるんですけど、これがね、ほぼデフォルトの感じ、デフォルトっていうか、140に戻っちゃってたんですけど、今なんかやったら戻んないですね。だからそこら辺もちょっと変わったのかな。ひどい時はもうこのわずか1キロもいかない状態でもう出てたんですよね。これ例えば今見てぴったりじゃないですか。で、ぴったりとかで一気に抜けちゃったりもしますね。まあ、もちろんこう今みたいにジャンプとか、例えばここでこうジャンプするんですけど、この時に空中のそのフォークリドックはちゃんとゲーム設定的に抜けた状態からも戻ってこなかったりとか、なんか様々なシチュエーションでフォークバックが抜けちゃってたんですけど、今とりあえず抜けないかな。でもなんか一瞬こう抜けたかなと思うけど、あれはあの路面とね、このグリップの間で正しいコースロープのような気がする。その設定を見る場合はあれでもう抜けちゃってね、戻ってこないんですよ。オンの状態のままだとほぼ 100% 出てたんで、それに比べれば、例えばそれが何回か10回かぐらいで持ってるレベルであったとしても、ね、十分今までよりは楽しめるのかなと思う。
right, keep right 150. Caution, hard brake for acute hairpin left, always keep right 150. Flat right over crest, keep right 100. Flat right over crest, keep right 70. Jump, keep middle 150. Crest, keep middle 100. Left 6 short, into left 5 short, cut and caution, brake for right 2, cut 50. Left 2, keep in, over crest 200. Bumps, keep middle and right 6, over crest, keep right 200. Right 5, cut, and finish. はい、ということで、抜けなかったですね、9キロ走って、まあ、これ20何キロ走ってどうかってのあるんですけど、今まで少なくとも昨日までは、この設定するまでは、間違いなく出てたぐらいの距離なんで、それを考えると非常に希望が持てる、結果だと思います。ということで、もう一度おさらいだけしておきます。オプションのゲームプレイ設定、上からこの辺にある、エナブルスラストマスターウィル API。でもしロジテックなんていうのがあるんで、まあ、この辺もいかんのかもしれないですけど、私の場合はスラストマスター T248 なんで、エナブルスラストマスターウィル API をオフにすると。でその時に T248 の場合は1回パソコンから USB を外して、WRC10 の状態だけで、この設定 API をオフにして、で1回パソコンというかそのゲームを落として、T248 をつなぐ、それでWRC10 を再度起動すると今の状態ですねということになりましたので、もし T28 で WRC10 をやられる方は、私もそのようなアドバイスをいただいてですね、なんか希望が持てそうな結果なんでお試ししてはいかがでしょうかということで、今回は、WRC10 で T28 をやると4スピードバックが抜ける、状況を、打開できたかもしれないというありがたいアドバイスの検証動画でした。それではまた。